はい、どうも、こんにちは。おはようございます。大きなおばばでございます。もうこれ、えー、こんにちはですね。はい、えー、皆さんね、朝言っていたあ、とあるニュースです。いわゆるエホバの証人ですね。えー、あれ、あの、弁護団があ、子供庁にね、虐待をしてますっていうことを、まあ、訴えました。えー、これね、 なんていうのかな今話題になってる、あの、池田の大作ちゃんの宗教よりも、実は歴史すっごい古いです。はい。えー、これね、私、イルミで研究してて、えー、まあ、あぶち当たってるんですけど、この、この宗教ですね、エホバちゃん。はい。この宗教はイルミナティです。そのものでございます。はい。えー、簡単な話で創設者ですね。これ、アメリカの方で、 えー、チャールズ・ティーズ・ラッセルさんという方で、えー、この方ですね、えー、1870年、すっごい古いですよね。1870年にこの宗教を立ち上げてます。はい、1870年です。で、えー、このチャールズさん、まあ知ってる方は知ってるんですけど、まあニューヨークにね、えー、まあ昔は本部があって、今は、あのー、 多分どっかに移動してますよね。ペンシルバニアのね、どっかに。まあ、広大な土地持ってるんですよ。で、この方の眠っているお墓というのが、はい。えゆ、ー、まあ、ユダのね、ユダのいやあのね、はい。えー、フリーのね、フリーなね、フリーな、はい。えー、まあ、ただのね、はい、ただのね、えー、そうめんさんの墓地でございます。 ただのそうめんさん専用の墓地に眠っております。わかりますよねここらの、<laughs> ここらの関係わかりますよねはい、この方ね、かなり上で33階級だったんじゃないかなって思われるようなところがたくさんあって、この方が宗教を創設した時には、まあこれ有名な話なんですけど、あの、大富豪から、湯のダヤダヤの大富豪からめちゃくちゃ資金が流れてるんですね。 はい。えー、まあ、わかりますよね。そこら辺のつながりね。え、でもってですね、この方のお墓。はい。検索してみると出てくるんですけど、え、ピラミッドでございます。はい。ピラミッドでございます。お分かりになりますでしょうかね。ピラミッドでございますよ。はい。 えー、そういうことで、バリッバリでございます。バリッバリのあっち側でございます。でしかもですね、えー、この方、純粋なあイルミの13家系と言われる家系にあの属してましてね。ラッセル家っていうのは、イルミナティの13家系の、あ、言っちゃっていいのかな。イルミのね、えー、13家系のうちの一つでございます。 えー、イルミの十三家系の一つでございます。由緒正しいあっち側でございます。はい。えー、まあそういう方が創設者なわけなんですよね。はい。えー、チャールズ・ T ・ラッセルさんという方です。えー、日本に入ってきたのは割と古くってね。 えー、戦前です。はい、戦前です。まあ、赤市赤市純し蔵さんという方が、えー、まあ、日本でね、始めた方みたいなんですけど、えー、この方あのあの、戦後に、や、えー、めてます。いろいろ、あのー、なんていうのかな。おかしく、おかしいなことが、まあ、えー、ニューヨークのね、その、お 世界のね、えー、本の部にあったということで、まあこの方兵役拒否してね、ずっと戦、戦中はね、えー、牢屋に入ってたみたいなんですけど、いやまあそういう感じですね。なので思ってたよりも、皆さんが思ってるよりも、このエホバの証人って信仰宗教ではない、かんないですね。はい、かなり古いです、歴史はね。えー、まあ200年ぐらい、はい。 200年弱ですね。えー、歴史はとりあえずあるということで。まあ、有名どころではね、えー、これ知ってる方も多いと思うんですけど、えー、言っちゃっていいのかなあの、ね、えー、あの、坂本教授の奥様ですご、ございますよね。坂本教授の奥様が、ああ、実は3世です。あの方。 はい、坂本教授の奥様ですね。はいえー、矢野さんでございま,す矢野さん、えー、まあ有名な話でね、えー、この方は非常に有名な話で、まあ、アルバム自分のアルバムの中にも、えー、エホのねエホバのね聖書の中エホバの聖書から取ったっていうね、えー、まあまあ歌詞ですよね。 歌詞っていうか聖書の中に書かれているそのまま、はい、聖句ですねいわゆる聖句を使って歌を作ってます。はい。まあ、ここら辺は知ってますよね。だからまあ、矢野さんのお子さんとか大変な目に遭ってるんじゃないかと思いますよ。はい。で、一時期ね、坂本教授も一緒にね、矢野さんと一緒に、あのー、活動してましたからね。 えーまあ、あそ,そのうちにあの偽善に気がついてやめられたみたいなんですけどまあそういうことなんですよ、あのー、だからね今ねすっごい虐待とかまあ,あの、まあ、輸血拒否はねある意味何て言うのかなある意味まあ科学的に言っちゃ分かるっちゃ分かるんですけどでもね、あのー、虐待はやっぱり良くないですよ。はい、で虐待 これね割とね国によっても違うんで国によっても違うんですね割と基準がはいなんで外国だとね割とほ,なんかほったらかしにされてるのが日本ではまあ日本人の性格なんでしょうねガンガンねむち、えー、を使ってお尻ペンペーンっていうことになるということなんでしょうけど。 えー、この虐待ですね。まあ皆さんも知ってるとは思うんですけど、あ、知らないか。えー、まあメンバーさんは知ってますね。あの、イルミなんちゃらの家系の人たちの子供の教育方法を私は以前にあげてます。かなり以前です。これ私がメンバーシップ始めた頃の最初の頃にあげてます。はい。えー、あれが元になってるんで、はい。 えー、言っておきます。あれが元になってます。イルミなんちゃらのね、はい、家庭教育というのが元になっております。まあそこまでひどくはないんですけど、なのであれに近いことをやっていると考えればいいと思います。まあね、意見の煮えとかそういうのはありませんけどね、はい。えー、とりあえずそういうことなんですよ。まあめっちゃくちゃ階級制ですよあそこ。はい。 まあいいろいろと知ってるんでね、はいえー、一時期ちょっと首を突っ込んでね、えー、いたことがあったんでで、えー、めちゃくちゃ階級制で、えー、まあね高等教育を否定したりもしてるんですけど実際に上の立場の人たちはまあ早稲田派とね、えー、早稲田の法学部と東大の法学部でこう分かれてなんかね派閥があるみたいで、えー、やってるみたいですね。実際ああのあれですよ あのー、私のね、まあ、30年40年ぐらいの知り合いでもいわゆる2世の子でね東大に行ってた女の子いましたからねはい、えー、なんでね、えー、そのちなみにその子のお父様はとある大企業の日本の今でも大企業ですね有名な企業の重役やってますはい、えー、なんで、えー、すっごい階級ですあそこ。でも でですね、やっぱり、なんていうのかな、そういったあ上層部の人たちは、まあ、そこそこの学歴もあるということですね。で、もっとすごいのが、はあ、まあね、これもあれなんですけど、意外とあの人たち、意外とって言ったら変ですけど、まあ、すごい技術持ってるんですよ。 えー、実はですね今あの多,多言語翻訳システムっていろんなあパソコンとかでありますよね多言語翻訳の。あれの基盤を作ったのがこのエホッパなんですよ。めっちゃくちゃすごい技術者がいてまあ,あ世界同時にね えー、かなり100、100何カ国かなよ,よくわかんないんですけど、そこら辺はね。世界同時に、えー、まあ、印刷物ですね。いわゆる印刷。はい。えー、まあ、雑誌とか、まあ、ブロッシアですね。そういったものを印刷する必要があるんで、えー、コンピューターの技術者が、えー、なんていうのかな。多言語翻訳システムっていうのを開発してるんですよね。かなり前。もう二0もう30年ぐらい前に開発してるんじゃないかな。 それを IBM に、まあ、IBM の関係者がかなりいたんでね、IBM に、こう、お流しして、それで今の多言語翻訳が実現したという裏側があって、まあ、とんでもない頭脳集団だったりするんですね、一部では。 まあ難しいいなと思いますあのあの,あの宗教組織はすっごいめちゃくちゃ難しいなと思ってますそういうところではあの一般の宗教組織とちょっと質が違うんでやっぱりイルミが何て言うのかなイルミがやってる経直接経営してる今はどうかわかんないんですけどえそういう話はよくよく聞きますはい経営してるだけはあるかなっていう感じですあのー 今か十15年前かな今、あの厚木の方にありますよね。えー、日本の死者が。その死者なんですけど、えー、こういう話がありまして、ライオンズクラブだか、ロータリークラブだかなんですけど、まあ、招待状を出したんですよ、ね。一番のトップがね、日本支部のいわゆるトップが招待状を出して、どうやったら人をね、無料で、ただでね、使えるか。 お見せしますということで、えー、その当時、なんか、えー、その、拡張工事をやってたんですよね、日本のその死者のね、支部の。それは全部信者たちの手によって行われて、しかもね、えー、ほぼほぼ予算が材料費ぐらいで済んでるんですよ。で、えー、こちらの方ですね、こちらの方をぜひね、えー、どうやったらあ人をね、 えー、ただで使うことができるかぜひ見に来てくださいということでロータリーとか確かね、えー、まあ,あそのライオンズとかねまあそこら辺のまあいわゆるフリーなねフリーなおそうめんさんの末端組織ですよねそういうところに、まあ、招待状を出したりとかまあそういう話よく聞き聞いてますはい聞きましたそれもはい こう関わりあると思うんですよ、イルミなんちゃらとね。えー、まあ、本当あの、ある意味頭脳集団です、あそこは。はい。えー、まあ、高学歴のね、えー、すごいのがいっぱいいます。えー、まあ、そういうことでね。えー、で、あそこで上に上がっていける人っていうのは、よっぽどね、あのー、いわゆる人当たりがよくて、人 なんていうのかなああ、人当たりが良くて、まあ、なんていうかいろんなことに長けてる人じゃないと上に上がっていけないですね。あの、あの組織ではね。もういわゆる、なんて言ったら本当にね、あの、政治家のしくずみたいな中身はね、そういう感じです。はい。えー、まあ、 わかると思います。でも、あそこはね、政治参加は一切しないということがね、基本になってるんですけど。まあ、いろいろとね、え立、ー、て、まあ、叩けばすっごい誇りが出てくるところですよ、あそこ。これがね、大暴露されたら面白いだろうなと思うんですけど、多分ね、えー、すごいと思いますよ。まあ、正解とかね、えー、そっち側のつながりも、なんて言ってもね、えー イルミナンチャラですからね。はい。まあ、そういう感じです。はい。私が知っているっていうのはだいたいそこら辺かな。はい。そこら辺です。まあ、いろいろ問題ありますね。あっち側は。はい。そういうことでございます。まあ、ね。すごいですよ。はい。<laughs> もう、本当にね。ええー。まあ、あのー、メンバーさんでね、見られてない方は、 あ最初の頃のね、えー、その動画を見てください。まあ、本当に生後半年ぐらいから、あの、なんていうのかな、静かにしてないと赤ちゃんに対してね、お尻叩くとかしますからね、平気でね。私、あの、見てますから、それ <laughs>、えーみ。見ちゃいましたから、あの、本当びっくりしました。はい。本当にやってることは、あイルミなんちゃらそのものでございます。 はい、なんでねこれどこまで会うと政府がね、えー、首を突っ込んでいけるかっていうところも見ものだなと思ってます。はい、えー、長々と15分も話してしまいました <laughs> あ、まあ、そういうことでね、えー、いろいろ雑談ではい、えー、それでは皆さんまたごきげんよう沖縄おばばでございました。